殺し屋組織赤いシャチの裏切り者ソードレディ待っていたわ。見ない顔ね。裏切り者を始末するのに外部のハンターを雇うなんて赤いシャチのやり方にしては珍しい。でも私もソードレディと呼ばれる殺し屋、そう簡単にやられはしないよ。ちょっと待ちなさいよ。私はあなたを。聞き分けのない子猫ちゃんね。仕方ない。うるさい。なぜ切らないの？私は初めからあなたを殺す気なんかない。じゃあ何のつもりよ？私はあなたを特捜密撮員の一人としてスカウトに来た。特捜？何よそれ。影の警察？というよりは政府お抱えの暗殺団。でも単なる手先だと思わないで。特捜密撮員の真の任務はもっとスケールの大きなものよ。断ったらあなたは即死よ。3人のスナイパーがあなたを狙ってる。さあどうする？あなたも元は殺し屋ね。匂いでわかる。私はあやかしめ夜叉。あやかしめ夜叉。確か昔夜叉組という組織の名前を聞いたわ。たくさんの命をいただいたわ。もう勘違いしないで。償いとかそういう理由で手先になったわけじゃない。じゃあなぜ？人の命をいただく者の行く末は地獄。私が特捜密撮員になったのはその地獄への道連れを見つけるため。あなたもその一人よ。